来た、ようやくお待たせしました、恐怖オールバック。今回はちょっと真面目なコロンも見せちゃおうかなということで、実況で歌っちゃってもいいですか？マジでうる覚えで、あの実況音質なんですけれども、そこはご勘弁をよろしくお願いいたしますということで、じゃあちょっと行くよ、よし本気出すぞ。瞬間終わったわ。はい、どうも皆さん、コロンくんです。今日もマリオメーカーやっていきましょう。ここの土管にの次の先にあるものとはまた土管があって、さらにさらにこのままステージ進んじゃうじゃないのってコロンっていう、今日のタイトル見てもらったらわかると思うんだけど、死にました。関係ない。今日はさ、あの恐怖オールバックをサムネにしてるんで、恐怖オールバックやるんだけれども、その前にこのコースすごすぎたからちょっとやるね。僕ちょっと今までマリオメーカー実況の完全再現やってたけど、ここまでクオリティが高いアイドル初めてだよ。完全再現の中でもトップレベルだと思う。これすごすぎてちょっとやる前にねやっちゃったっていう。次。素晴らしい、ありがとうございましたって言ってもさ、まだいっぱいあるよね。今推しの子ブームだからさ、ちょっとさもう一個あるんだよ、すごいの。やってみていい？ごめんね、終わったらねまたやるからね、恐怖オールバックの方はね。ちょっとこれも聞きたいんだよな。5万足跡ついてんだよ、5万件やばくない？すごすぎない？やばいんだけど、これ鳥肌もんでしょ。ちょっとこれ僕さらに上のクオリティ出さないといけない感じじゃん。なんで僕なんだよ、なんで僕がのトーク、僕のトークをもうちょっと上げないといけないかな。いやいい、もうここカットしていいやつ。次来た、ようやくお待たせしました、恐怖オールバック。今回はちょっと真面目なコロンも見せちゃおうかなということで、実況で歌っちゃってもいいですか？マジでうる覚えで、あの実況音質なんですけれども、そこはご勘弁をよろしくお願いいたしますということで、じゃあちょっと行くよ、よし本気出すぞ。瞬間終わったわ。天気はいいのに進めない、風強すぎてお亡くなり、敵にオールバックフフフテベベジェベジェケケウテテテレテだよね、これね。よかったから、ちょっと自信なくなってきたな今。一発だったから、もう一回歌った方がいい、これ。テテレ、私は私で、私はコロウで、あなたはマリオ。っていう感じでございました。すごく今なんかもうちょっといけるんじゃないかっていう自分がいたんだけど、もう一回撮ろうかな、心配になってきた、だんだん。次ちょっともう一回さ、演奏コースだけ聞きたいっていう人もいると思うから、改めてねもう一回ちゃんとコースをね噛み締めていってもいいですか？これは僕は歌わないけれども、よし聞こう。
やっぱり曲もいいわねえ。演奏コースも素晴らしいクオリティだからこそ私の歌声がアハンしたっていうねやっぱりこれちょっと聞くともう一回やり直した欲があるんだけど、まあいいや、ありがとうございます。めちゃめちゃ素晴らしかったです。次、マリオの学校の一日、みんなはどうやって学校を過ごしているんでしょうか。マリオくんみたいな学校の過ごし方をしているのか。さて、どう、ここすげえビジネスすごいビジネス集、すごくない？これもうすごすぎてすごいしか言えてないけれども、これはどうなってるんだ。君たちの学校もこんな感じの株式会社みたいな学校なのかい。マリオくんすごくリッチなね学校なのかな、高校生なのかな、小学生なのかわからないですが、マースRepeat after me, Mars. これ Mars ってなんだ？え？数学？算数かな？ Mars の時間は 4+3 は、7ということで、はいはいはい、あまりよく小学生のこれ問題だね、8、7、9ということで、これは真ん中のところかな。あー、マリオって小学生なん？今思ったんだけれども、だいぶいい小学生にいるね、そこはね、ステージ的に言ったら。お、次の日、次の日、もう終わっちゃったか、こう。違う違う違う、次の時間、repeat after me。なんだこれ。ミュージック、あ、音楽ね。音楽の時間、これはラッキーイベントですよ。学校にとっては、そうば？え、ソラレってなんだこれ。ソラレ？いや、わかんないよ。むずすぎない？ソラ、これはソの音かな。レー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 、そうそう、これは僕絶対音感なんで分かりました。ありがとうございます。これはソだね、完全にソしかありえない。当たっちゃった、本当にネタで死ぬはずだったのに。ちょっと待って待って待って、それもそれでなんかあれだな。いや、次 PE、 なんだろう PE って。僕ちょっとよく分かってないな、 PE って何でしょうね。さあ入っていきましょう。いい高校だな。いい小学生か、いい小学生だな。だいぶ私立の学校なのかね。上に上がれ、なんだろう、体育の時間みたいな、そういうことなのかな、道徳的な。ほうほうほう、まあ、アクションになってる、アクションになる。30コイン取りたいやっぱ学校の成績の評価上げないといけないから、この上、下にいたさやつはさ、上に上がれって言ってるけど、誰だろうね、生徒なのかな、学校の先生かな。さあ続きまして、もう4時間目じゃん今回。続きまして、Art Repeat after me, Art。 これ美術とかかな。うん、すごく美術どうすればいいのこれ。え、何がどうやればいいんだ。なんか書いてある、マリオは？どういうこと？マリオって書いてあるよ、コインには。すごい、あ、美術の時間でそういう風にアート的なのを描けみたいな感じでアートになってたのか。ランチ、おー、ご飯昼休憩長くね、昼休憩までになるのが長くないか。ご飯食べた。なんだろうね、これはドリンクと音符と、なんだろう、これはパフェみたいな感じのやつなのかな。はいはいはい、とりあえずでもご飯、カレーだ、今のカレーライスだったよ。そして6時間目ぐらいかな、イングリッシュ、だいぶやるね。マリオすごく英才教育を受けてる気がする。ABC 中に入るのは C でございます。うわ、英語の先生っぽいわFHC、 これ C だね、コロンの C ですよ。やったー、はいはいはい。ということでこれでもう相当だいぶ授業やったと思うけれども、次、あ、フィニッシュだ、終わり、最後帰宅。多分みんなより結構やってる気すんな、マリオいや、みんなももちろんやってると思うけどね、だいぶだよね、相当。え、ちょっと待って、出れない、そんなことないよね、お家に帰れないことある。あー、帰れた帰れた、よかった。ってことで、じゃあマリオくんはね、相当頑張って、あ、センクス、え、めっちゃ可愛い。はい、マリオも頑張ってるということで、みんなも学校で頑張っていきましょうということで、応援してるぞよ。ありがとうございました。次のコース行ってみよう。次、
さあ続いてのコース、道が変わる不思議な洞窟。なんかこれマリオがアウトっていうか死んでしまうと死ぬだけ道が進めるみたいな不思議なコースらしいから、ちょっとやっていきましょうか。これ死んじゃうよね。え、生きてる、大丈夫、どこにいるのマリオ。マリオ、ええ、こっちに行った、なんでだろう、どういうことだろう。え、今ちょっと僕も動揺してなんか変なこと言ってなかった、なんであろうみたいなあ、天国があって、もう死なないんじゃない、さすがに。ここで風強すぎてお亡くなり定期にオールバック、えい。なんか歌えば歌うほどあの曲ね、やっぱハマってしまうよね。これは次は30点のコインがあって、ん、こっちに行けばいいのかな。音がないのかな、また新鮮だね。あれ、さっきのところ行ったよね、これ違うところかな。ん、ああ、すごい、なんだ、次のところ行ける。はいはい、今なりでもまだ死んではないな。あ、ちょっとまずいんじゃないの、これ死んじゃうんじゃないの、これ下に行ってドカンになっちゃうじゃないの、これ大丈夫なの。死ぬやんけなんで、え、普通に やんなきゃよかった感じのやつ、どういうことなんだろう。こっち右行って、あ、え、むしろ進んでるんだけど、普通に。やっぱそういうことか、死んじゃうとダメとかではなく、逆に死なないと次行けないみたいな感じなのかな。お、右行って、はい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 、また違う部屋だ。お、ちょっとどっか、うん、入ったら死んじゃったえ、これ大丈夫、次の右の扉入っていきます。また殺されるんだ、そうやって僕のこと、なんてことするんだ、最悪。これクリア率下げようとしてるぞまだ死んじゃった、これ見えるで、そうするとでもさっきと同じじゃないのかなっていうので、あ、上に上がれるようになるんだ、さっき下だったもんね、土管がね。すごい、ちょっと不思議だね、やっぱり入れたりとかはしないんだね。うん、ありがとうございました。あ、で GG のマークが書いてあるわ、 GG センクセンキュー、ありがとうございました。次のコース行ってみよう。さあ、いつものリスナーさんのコースですね。コロン君お誕生日おめでとうコース。うん、ごめんね、だいぶやってなかったわ。誕生日に作ってくれてたのかな？すごい恨まれてる感じがするんだけど、本当にこれ誕生日祝ってくれてるのっていう感じなのかね？怖いね、これね。すごくガボンちゃんがいるから、ガボンちゃんまず倒しながら、あ、進む感じなんだ。いや、進むの、距離短、死んじゃったし。なるほど。だからこういう感じではなく、ここの土管に入れたりとかはしないだよね。ギリギリになったらこれいけるわ普通に。はいはい、そこからとりあえず、はい、ここに入っていくと大体死ぬ予想は見、あ、大丈夫だ。はいはいはい、うん、終わったわでもここの土管入っていくのはちょっとセーフゾーンな気がするっていうか、正規の感じはするから、ここ行かないようにこっちの土管に入っていきましょうか。結構土管が導いてくれそうな感じはするんだよね。はいはいはい、ってことで下のところ行って、これはもうさすがに正解でしょう。あー、はい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 、ちょっと難しいな、意外とむずい感じこれ。うわ怖い、うわ怖い、なんだこれ、ちょっともういけるかな、行っちゃっていいかな。はいはいはい、ありがとうございます、誕生日全く祝う感じなかったけどあ、ラブって書いてある、じゃあもう祝ったのどうせだねありがとうございました、ありがとう。さあ、もう一つやっていきましょうか。11歳からの挑戦状。11っていつだろう、何言ってんのコロン何言ってるの、いつだろう、僕は十何年前ぐらいの感じだと思うけれども、コロ 56N ですね。はいはいはい、で3種類信号機組土管用、これはちょっと無視して右に行ってみるか。いや、僕が11歳の時はね、終わったわ好きやな、今日好きだな、タイトル回収すんね、すごいね。僕が11歳の時っていうのは多分中学1、2年とかなのかな。
っていうことで何にもしてませんでした。何もただ平凡な毎日を送っていました。これ死ぬね、これ死ぬんだ、これ終わったんだ、終わった、まあ、やっぱり成功のルートはこのね僕の土管だと思うけど、まあ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 ちょっとねいろいろと含めて いやそうだよね、そうやっぱり僕の土管が一番なんですよ。そんなことない、そんなことないんだけど、やっぱりこの作ってるってことは僕 あの土管が一番正しいところっていうことなんだよ。メイン僕だよ、だってこんな、いつもおうえうおおうえんしてますのメッセージね、ハートということでありがとうございますって言って、これ仕掛けてくるパターンのやつだよね。あ、違うの、怖い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 、大好き、あ、メッセージ、あ、すごい、これなんだっけ忘れちゃった、モモンガマリオだ、モモンガマリオ、ハートでカロンちゃんが書いてある、これ可愛いですね、はいはいはい、でどうすんだこれ、どこに行けばいいのかなって、全然届かないんだけど、シーサー、あ、そうやって行くのは知らない、聞いたことないんだけど、そんなことできたんだ。ここで応援メッセージからの、みんなもね、あのどん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 マリオメーカー、今多分僕結構やってる方だと思うので、ぜひとも皆さんね、コースとかを僕の YouTube のコメント欄でもいいし、なんだったらね、ないないない、アイテムどうしたん、アイテムどこにあったの、もうどっか行っちゃったよね完全に、ちょっともう一回話させて、それは、あ、ここにあったよ、ここに、っていうことで皆さんね、僕の YouTube のコメ欄でもいいし、なんだったら僕が投稿している、そうだね、コースの動画かな、コースのところに、ぜひとも皆さんね、あ、そんなことやってる場合じゃないかもしれない。コース、僕のコースのところにコメントでね貼っていただけたらやりに行くと思うので、ぜひ、どんどん挑戦待っています、よろしくお願いいたします、という感じで、はい、次行ってみよう。最後はね、やっぱりこれ1位取らないと終われないでしょ、僕と言ったら、いつになったら S ランク行くの。未だにランク A だからさ、ちょっとそろそろ卒業したいっていうのはありながらも、今ですね皆さん、なんと時刻、深夜4時でございます。深夜4時ということでですね、これ来ない。もしかしてだけど1/4、誰も来ない可能性ある、もう奇跡だよこれ。あ、でも1人来た、1人来たっていうことは、もう1/2や。むしろすごくね、マリオメーカーやってる中で人口2しかいないの、まあ、深夜4時だからね、しかもマッチングのやつなんかな、なかなかいないよなっていう感じで、え、このまま始まっちゃう系なのか、1/2で勝つ可能性があるっていうことだよね、むしろありがたいんだけれども、どうしよう、このまま進んでしまうのか、おい2人なった、しかも S やんけ、おい深夜にいる S なんか絶対に勝てないよ僕、なんか兄弟対決みたいになってるけれども、まあこれで気持ちよく勝って終わればいいんだよね、動画的にも最高っていう感じで、じゃあちょっとマジで本気出していきたいなと思いますよ。来た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 、あ、すごい、1/2コース、あ、違うね、上に土管があるから僕は青色でしょ、ということで始まってまいりました、よろしくお願いします、礼儀正しい。一瞬ルイジちょっと、あ、え、これ本当に S か、ちょっと勝っちゃうじゃないの、僕何やってんの、何やってんの、うん、いけないいけない感じ、最悪よ最悪よ、ああそういう感じで、そういう感じで、頭使うか、頭使う感じか、ん、どうすんだこれ、入れてあげる、入れてあげてボックスか、うわ難しくない、難しすぎない、ちょっと待って、鬼さん。ねえ、ルイージ早い、ルイージ早い、どうしようどうしよう、早い、あいつ早くない、ちょっと待って、いやいやいや、ちょっと下にいるね、これちょっと下にいるんじゃないの、これ僕勝っちゃったんじゃないのっていう話チャンネル。え、上に行って、上に行けない、上に行って、はい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 、まださらにあいつは下にいるんじゃないの、え、どこだどこだ、こう行って、はい、下に行って、なんでなんかすごいうわーって言わないでよ、僕ら心配になるやん、そんなこと言われたら、大丈夫か、まあちょっと余裕すぎか、手加減した方がいいかな。なんて思ったりしちゃったり、手加減はしません、やばいです、僕は負けそうです。あれあれ、何して
してんの、何してんのコロン、なんでこんなところにつまずいてんの。あ、大丈夫大丈夫。まだ 上にある、上に行く感じでしたからの土管に入る。え、これ簡単じゃない。さすがに、あれ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 ちょっと気にしないで、ね、スーパーアオリすごい。なるほど、危ない。ねえ、土管来た時にはちょっとびっくりしたって。あー、よかったよかった、ウィン、やった。ということで勝ったから機嫌よくいいねしとこうかな。ありがとうございました皆さん。あー、普通ってやめなさい、普通っていうの。あ、めっちゃ上がった。はい、ということで面白かったですね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これ何かしてる、うん、反復横跳び。はい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、ツイッターも毎日更新してるので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。